こんにちは。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はリズちゃんのシャンプー動画をお見せします。では早速シャンプーしていきます。当軒舎ではシャンプー時は保存水を使って洗っています。皮膚に赤みが出てしまった子や目が充血してしまった子にも使うことができます。ボディタオルでしっかり泡立ててシャンプーしていきます。スポンジやボディタオルを使って泡立てるとシャンプーも少量で済むのでおすすめです。しっかり流していきます。通報は放散に浸したカット面で目と耳をきれいにします。しっかりタオルで水気を取ってドライヤーをしていきます。こういう掃除機みたいなタイプのペットドライヤーを使うと水気が飛ぶのが早くておすすめです。ペットドライヤーを使ってもなかなか乾かない子は普通のドライヤーも使って二刀流で乾かしていきます。しっかり乾きました。リズちゃんお疲れ様でした。シャンプー後はリビングで聖剣たちと楽しそうに遊んでいました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。